さんちそれでは今回なんですけども、という前に本題に入る前なんですけども、告知ですが、YouTube のコミュニティ欄にも記載したんですけども、明日の10月の11日の金曜日、21時から YouTube でライブ配信をしますので、ぜひですね、お時間ある方は来てください。それでは本題なんですけども、PayPay をやめられない理由、キャンペーンや使えるお店の豊富さなど5つの魅力を簡単解説ということで、これまでは l i n e p a y メルペイなどの魅力をお伝えしたんですが、今回は僕の動画でも、 結構推している PayPay ペイペイの魅力についてお伝えしていこうと思います。ちなみに今回の動画に関しては還元率などは省きまして、PayPay ペイペイ自体の機能面について主にフォーカスしていますので、そこだけご了承ください。 それではまず一つ目は、やはり PayPay ペペといえば使えるお店が多い。これがまず最初に来るのかなと僕は思います。結構別の動画でもお伝えしていることが多いんですが、やはり使えるお店が多いっていうのは魅力的ですね。まあ半年前に一番最初に使い始めたスマホ決済が PayPay ペペなんですけども、その頃から住んでる近い場所でも PayPay ペペが対応したりと、まあ消費者からしてもこれはスマホ決済を使い始めるのにはいい基準になるのではないのかなと思います。まあ今となれば別の決済会社の対応店舗もかなり多くなっている んですけども僕が住んでいる地域ではやっぱりペイペイが多い印象ですねまあ多分営業の方が頑張ってる証拠なんだと思うんですがまだまだ利用者も増えそうですがやっぱりペイペイ対応店舗も増えそうな勢いですね次に先ほどお伝えした使えるお店が多い理由に関連するんですけどもペイペイは結構やっぱりマップが使いやすいんですよねこのペイペイに表示されているマップ自体はヤフーの地図からだと思うんですけどもあの地図情報などの企業で有名なゼンリンという会社が提供しているということもあって 人によっては個人差はあると思うんですがかなり鮮明に情報が出てくるイメージですまあ、他にも気になる飲食店をペーペーのマップから見つけたりするとお店の電話番号や営業時間が出てくるだけでなくグルメサイトのグルナビやレティなどの外部サイトに直接アクセスができるのでお店の細かい情報などもこのペーペーのマップからいち早く知ることができますまあ、なのでただお店を探すためのマップではなくてその奥に様々な情報を得ることができるのでかなりペーペーのマップは有力 なマップですね 次3つ目は、キャンペーンが豊富ということで、もうこれは誰もが思うことかなと思うんですが、PayPay ペペってほんとキャンペーンが多いんですよね。ちなみに10月10日現在であれば、こんなにキャンペーンが開催されてるんですよね。パッと数えても16個はありますね。いやもう圧巻ですよね。このキャンペーンの多さは PayPay ペペの一つの強みかなと思います。そしてまたいいのは、ちょっとした地方のイベントで20%還元のキャンペーンがあったり、ヨホークでドームでのまあ野球の試合観戦やバスケットボールの B リーグなどでも、 20%還元ののキャンンペーンもやってたりするので、まあ、これらのキャンペーンによってお客さんの集客にも繋がるし利用されてる方もお得なのでお店からしてもお客さんからしてもどちらもウィンウィンな感じになるのではないでしょうかもちろん先日開催された PayPay ペペ感謝デーのようなキャンペーンのパターンもありますが、まあ、定期的にいろんなキャンペーンを打ち出してる PayPay ペペはやっぱりすごいなというふうに僕は思います次4つ目は先ほどのキャンペーンにつながるんですけども PayPay ペペチャンスですね その前に、すいません、あの以前、動画で僕は PayPay ペペチャンスが最後と思ってたんですけども、まだ PayPay ペペチャンスはあるみたいですね。 この10月に関しては100回に1回で最大1000円、そして25回に1回で最大100円が当たるということですが、やっぱり PayPay ペチペャンスがあるのとないのとでは気持ちまた違いますね。まあなんというかこのワクワク感ですよね。もちろんギャンブル的にやってるわけでもなくて、普段使ってるお店で PayPay ペペ決済をして当たったらラッキーというような感じでできるので、これがまた面白いんですよね。まあ僕もまだ数えるぐらいしか当たったことはないんですけども、やっぱり PayPay ペチペャンスは大好きですね。 そして最後5つ目は、ヤフー関連のサービスとの相性がいいということですね。まあこれはヤフーユーザーからしたら結構いいですよね。例えばヤフーカードであったりとか、あとヤフーショッピングとかですね。まあ僕もヤフーショッピングたまに利用することあるんですが、今だと自分の PayPay ペペ残高でお買い物ができるので、まあ例えばその前の月にもらった還元とかで、ヤフーショッピングとかでお買い物をしたり、そしてヤフーショッピングで買ったら還元されるのが PayPay ペペボーナスや、あと T ポイントとかにもなるので、還元でもらっても PayPay ペペであればかなり消化しやすい いい,のかなという,ふうにも思いますそして今お伝えしたことをまとめるとこんな感じですね。使えるお店が多い、マップが便利、キャンペーンが豊富、PayPay ペペチャンス、Yahoo 関連のサービスとの相性がいいというようなこの5つですね。そんなこんなで今回は PayPay ペペの5つの魅力についてお伝えしました。まあ他にも請求書払いとか、あと最近サービスが開始した PayPay ペペフリマなどありますね。まあ PayPay は使えば使うほどその便利さに気がつくことが多々あるので、まあ今後も僕は PayPay ペペを愛用したいなというふうに思います。ちなみにちょっとお伝えして忘れたんですけども、PayPay のポ ポイントサイトクイックポイントのスクラッチのキャンペーンがあったと思うんですけどもそのキャンペーンの延長が決まりまして10月31日までとなりました PayPay、まあ、ペペが貯まるクイックポイントについて気になる方はそれを説明した動画のリンクを下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました